ということで、自身で目標タイムは13秒台で切りました。口ほどにもないですね。事前のなんかあれだと下馬評だと、あ、絶対負けねえみたいなこと言ってたらしいんですけど、あの一回も、ね、あの勝てる気がしないです。負ける気がしないです。あの車が違うからじゃないかっていう話もあったんだけど、あ、違いますね。腕ですね。腕です。ボロクソだにもう負け。ここぞとばかりに。だってストレートで恨みはここで話す。ストレートでめちゃめちゃ離されんだもん。早いんだやっぱり。プラスコーナーでもあの全然離せねえし。なるほどね。そうです。前に出たトントンでパワーの差でも圧倒的に置いてかれちゃうんだ。前に出たらどんどんちっちゃくなるし、後ろについたらあのついたで。徐々にじゃなかった。結構いい感じ。